はい、それではございます。上司が教えてくれない営業のコツ、今日はメール営業で必要なたった2つのものということをテーマでお話をしていきたいなと思います。前回の動画でですね、メールは根節。 について、まあ、偉そうに唱えさせてあの、ではないという否定説をですね、唱えさせていただいたんですが、じゃあ、そもそもメール営業、営業メール、メールマーケティングみたいなところで、まあ、何が必要なのかっていうところが今日お伝えしたいところでございます。でまあ、結論から言うとですね、リストがあって文章があればメール営業ってできちゃうんですよ。まあ、文字細かく言えばあのアドレス持ってるとかですね、あのパソコンがあるとかもいろいろあるんですけど、まあ、あの普通にビジネスをやっていればそういったものは整ってるはずなので、まあ、最低限リスト ちょ、ねまあ、あどんな営業でも一緒で、飛び込みとかであれば、相手の住所があれば、住所もなくてもいいか、あのもう飛び込み先があれば OK で、あとは自分がいればいいとか、まあ、電話テレアポとかもそうですね、あの電話の掛け先があって、あとは話し手がいれば電話、テレアポ、電話営業っていうのはできちゃうので、まあ、メールでいけば営業のリストっていうのはまあ営業先のメールアドレスですね、まあ、送り先と、あとはその送り先、送る相手にとって、あの送る相手送る相手 宛の文章が必要とということでメールの件名と本文さえあればメール営業はまあできるということですね。で、じゃあ、このディストと文章っていうのはスキルに,分スキルに関して、スキルとして置き換えて考えると何なのかっていうと集客スキルとライティングスキルなんですよ。 リストが要は集客スキルですね。要は自分のメールを送る相手をどうやって集めてくるのかっていうのが集客のスキル。あとはメールを送って送ることが目的ではなくて、送った後相手から返信をもらうとか問い合わせをもらうとか、送った資料を見てもらうとか、リンクをちゃんと開いてもらって、その後コンバージョンさせるとかっていう人を動かす文章でですね、文章で人を動かすのがライティングスキルというところです。なので、メール営業をしたいと思った時にリストと文章があればそれでできちゃうんですが、 そのリストと文章を作るため、準備するためには、集客スキルとライティングスキルのこの2つがないと命令営業というのはまあ成立しないということですね。で集客スキルというのはもう少し何かというのを考えていくと、良質な営業先ですね。良質な営業先というのは受注につながりやすい相手をしっかり集めることができる仕組みであったりとか、やり方というのを構築して、必要な母数。 を確保すするスキル能力ですね要はこれ数字から逆算するんですよ。例えば10件受注が欲しいなと思ったときに何件リストがあれば受注までたどり着けるのかっていうことを逆算していくんですよね。なんでまあ10件受注が欲しいって言ったときに、じゃ商談でいくと今受注率が10%だとしたら100件商談をしなきゃいけないと。じゃ100件商談するためには何件メールを送って でその送ったメール、100件、商談をするためには何件の返信をもらってその返信をもらうためにはどれぐらいの確率でメールを送ればいいのかというのを逆算すれば必要な母数というのは見えてくるんですよ。 で今、パーセンテージ、まあ、何パーセントって話をさせてもらいましたけど、そこのパーセンテージを上げるのは、ライティングスキルこれからお話するライティングスキルはも,もちろん大事なんですが、送る相手を間違ったら当然反応って出ないんですよね。なんで、送る相手を間違えないように、まあ、それはマーケティングですけども、集客スキルを持っていくので、良質な営業先を必要なボスを集めることができるスキル、能力っていうのが集客スキルになります。でもう一個はライティングスキルっていうことで、さっきお話しした通りで、いい文章が書けるかどうかというよりは、人を動かす文章を書けるか。 どうかなのですよ、なんで誤字脱字が多少あったとしても全然 OK で、正しい敬語が使えているかどうかみたいなところよりは、最終的に人を動かす文章が書けているかどうかというところがすごく大事ということですね。なので、自分がアプローチする営業リスト、まあ、メールの送り先にです、ね、受注につながるまでの仕組みを作って実現するための文章が書ける能力なんですよ。 これポイントとしては仕組みを作るっていうのがすごく大事なポイントでただただ文章を書けば OK っていうものではなくて例えばメールを何回かに分けて送っていく場合でいけば何回数例えば私といけばあのメルマガの登録でいくとステップメールという形で、えっと、1週間で、えっと、売り上がげが稼げるようになるメール講座ということでメールを送ってるんですけどそれっていうのも7回に分けてどういうメールを送っていけばあどう最終的に 私のメールを読んでくれた人は営業のやり方が身につくのか、プラス私のファンになってもらえるのかという目線でそこのメール講座っていうのは構築してるんですよねで。もちろんこの仕組みっていうのはメールだけにこだわる必要はなくて、例えば外的な要因でプレスリリースを出すとか、SNS でちょっとつながって発信をするとか、あの自分の ことを目にする機会が多ければ、それだけファンになってもらう確率っていうのはまあ高まるっていうのは、ザウス効果でもよく言われていて、目に触れる機会が当然多い方がファンになりやすいんですよね。要は知ってる人っていう認知がしやすくなるからですね。なので、メールだけではなくて、最終的には受注につながれば、まあ、何でもいいとは言わないですけども、いいわけですよ。って思ったときに、メールという手法を使って、たまたまいろんなやり方、コミュニケーションの手段があるので、メールというやり方を使って、受注に。 たどり着かせるためには、その前後で他のコミュニケーション手段を使ってもいいわけですよ。まあ、それが仕組みを作っていくということですね。なので、ライティングスキルという言い方をしましたけど、基本的にはその仕組みまで作った上で、仕組みから逆算して正しい文章を書いていくというのが、まあ、メール営業における必要なライティングスキルと。 いいうところでございますなので、まあ、アプローチすべき相手を必要な母数をしっかり集めてその集めた人たちをしっかりと受注まで導くための仕組み文章を作るっていうのがメール営業では必要な、まあ、能力スキルというところでございます。まあ、すごく、まあ メールを書くだけだったら誰でもできるんですが、その仕組みから考えて、マーケティングの設計をして、それを文章に落とし込むっていうところで、意外と難しいんですよね。ただ、私ずっとメールで営業してますけど、そうやってテキストに落とし込んで、文章を相手に送って、反応を出させるっていうところは、普通の商談よりは難しいんですよ。ただ、それを繰り返すことによって、営業力ってやっぱり上がりやすいんですよね。 っていうのは、一回メールを送っちゃうと、相手の反応ってもう結果でしか分かんないんですよ。そりゃそうですよね。コミュニティ、商談で話をするとか、電話で話をすれば、あれなんかちょっとい顔色が曇ったぞとか、なんか急に下向いちゃったなとか、なんか危険な顔してんなって言った時っていうのは、リカバリできるんですよ。商談とか電話であれば。けど、メールっていうのは、一回送った後の反応っていうのは、もう相手に委ねるしかないので、なので結果で自分で判断をしていく、振り返りをしていく、検証していくっていうことをやらないと、まあ、いつまでたってもスキル、能力っていうのは上がらないということですね。なんでまあ命令 能力っていうのは集客スキル、ライティングスキルというところでそれを高めるためにはたくさんメールを送ってたくさん検証していくというところになってしまうんですがまずこの2つのスキル、能力あと そのための文章とリストが必要なんだっていうことをご理解いただいた上で、えー、メール営業、営業メール、メールマーケティングにチャレンジする方は取り組んでいただきたいなと思っております。はい。ということで今日はメール営業、メールマーケティングをするにあたって必要なもの、必要な能力について解説させていただきました。えー、今日の動画が参考になった、勉強になったなという方は是非チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけたら嬉しい限りです。本日は以上です。